ホタル駅。北海道でもメジャーな観光地だろう。アスカとは昔来たことあるわね。この人どっかで見たな。名俳優、石原裕次郎だぞ。西部警察とか、まあ知らないか。石原軍団って聞いたことあるわね。確か最近解散したとか。どうやら幼少期を小樽で過ごしていたらしい。馴染み深い土地なんだな。お、ぐっちゃん駅で見たやつだな。これもミニチュアか。本物は外にあったはずだ。後で見ておこう。レンガの壁が洒落ているわね。歴史の街、小樽らしいよな。上もすげえな。昔の伝統っぽいのがあるぜ。はるか昔のまま、残っているようだな。結構栄えてるんだな。人も車も行き交っているぜ。一大観光地だからね。札幌からのアクセスもいいし。これが向かい金だな。昔、列車の到着に合わせて打ち鳴らしたものだ。現代みたいな、自動放送や電光板もなかった時代の手段だったんだよな。かなり遅くなったが、飯でも食べるか。あっちの市場に行こう。小樽といえば、新鮮な魚が並ぶ朝市よね。うお、この生魚の匂い、海をそのまま持ってきたみたいだな。魚市場特有のこの匂い、私は好きだな。煮魚とスルメ、おサービスしてもらったわ。黒いのはイカスミだってよ。市販のと香ばしさが違うぜ。噛めば噛むほど、というやつだな。お待ちかねの、鮭親子丼ぶりよ。待ってました。昨日食べ逃したからな。大ぶりのサーモンと輝くイクラ。まさに海の宝石箱だな。味噌汁の貝もあまり見ないものね。優しい味わいよ。それ、入り口でおすすめされたソイの刺身だっけか。メバルの仲間らしいわね。歯ごたえのいい白身よ。市場はこういうあまり出回らないような魚も食べられるのがいいよな。にぎわっているわね。アスカたちは今食事中らしいので、先に私たちだけで回っておきますか。ずいぶん遅めの朝ごはんよね。食べる暇もなかったそうなので、まあ仕方ないでしょう。レトロな雰囲気も混ざっていて、不思議な街並みね。小樽は歴史的な建造物が多くて、歩いているだけでも楽しめるそうですよ。あ、これポケモンマンホールじゃない？ロコン、
ああ、新しい氷タイプのロコンですね。ステンドグラス調なのね。鮮やかだわ。例えばこれ、日本銀行旧小樽支店と言うんですけど、大正時代の建築の意匠が残っているんです。こんな感じの歴史ある建物があちこちに残っていますよ。なんか奈良の南都銀行に似ているわね。あれはどっちかというとギリシャ建築寄りですけどね。境町本通りです。ここは見どころあるお店が多いですよ。小樽でショッピングするならこの通りね。オルゴール屋とか変わったお店が多くて楽しいね。ケンケンパ前派出所。ここはどことなく昭和っぽいですね。ケンケンパ、ケンケンパ、ケンパ、ケンパ、ケンケンパ。楽しそうで何より。私もやるわ。食事どころはまだ閉まっているのが多いですね。朝ごはんは食べたけどちょっと小腹空いたよね。かまぼこ工場があるわ。食べ歩き用のかまぼこも売っているみたい。小樽の街並みを歩きながらだと旅らしさが出そうですね。かまぼこ、ほかほかだよ。小樽は海が近いので魚のすり身を使ったかまぼこが有名なんですって。へー、これも小樽名物なのね。いやー、私史上最高級に豪華な朝飯だった。朝からこんな豪勢なものが食べられるとはな。やっぱ北海道の海鮮はいいな。ツツジたちはもうここへ来ているようね。どこかいいところで合流しましょう。懐かしいな、この道も鮮明に覚えているぞ。アスカのは昔来たことあるんだってか。初めての北海道旅でここへ来たのよね。早朝でお店はほとんどやっていなかったけれど。あの頃からいろいろ変わったなぁ。まさかカメラ買ってここで動画撮ることになるとは。何があるかわからねえもんだな。確かここで、このアングルで。なんだなんだ。旅行の旅で、シバムシが合流した場所だ。よく特定できたわね。そして岡崎どころか、愛知ですらない聖地。次に、小樽来るときは行こうと決めていたんだ。なんか線路があんのな。列車が通るのか。これは、確か手宮線跡だな。廃線跡なんだが、一部の線路を残してあるんだ。道向かいのあの出っ張りも、鉄道用地跡だ。小樽駅の隣、南小樽駅まで線路が伸びていた。奥に使われている線路が見えてんな。あそこに合流したのか。
手宮線はもともと北海道発の鉄道路線、関営幌内鉄道の路線だったんだ。ここから札幌、さらに幌内にある丹山を結んでいた。今の函館本線の原型とも言えるな。特急宗谷で話していた昔の炭鉱路線、ここまで伸びていたのね。関営幌内鉄道は1880年、明治の時代に、小樽川である手宮から札幌まで、路線を開通させた。つまりここは、北海道、鉄道始まりの路線の一部というわけだ。ここ数日長い旅だったが、数々の北海道の路線もこの場所から始まったんだな。最終日にふさわしいわね。そう思うと、なかなか感極まるものがあるな。アスカたちは今、廃線跡を歩いているらしいですが。あの辺りに、意味ありげな踏切があったわよね。行ってみましょ。あ、あの赤ジャージはもしかして？まさか、こんなうまいこと会うとは。久しぶりだね。こんな偶然もあるもんだな。実はツツジと、現在地のやりとりしていたんだけどね。目立つからすぐにわかりましたよ。写真もお話もたくさんあるのよ。どれから話そうかしら？へえ、そんな歴史のある線路なんですか。それで、こんな長い距離が残っているんですね。私たち、長い距離を移動してきたけれど、これも先人が作って、通ってきた道なのね。このレールが人々、北海道、あるいは本州を、繋いできたんだろうな。時代の変化、廃線廃駅、形として失われるものはあるけれど、私たちが覚えている限り、それがあったという事実はなくならないのよね。百数十年積み重ねてきた北海道の発展、鉄道の歴史、実際に見てスケールを知れたな。なんかまとめっぽくなってない？動画終わっちゃう？まあ、この街道も長いから、いっそここらで一度まとめてしまうか。札幌は初めてだったけれど、街の広さに驚かされたわね。夜のジンギスカンも良かったわ。一度行ってみたかった稚内、かなり印象に残っているわ。最北端の街は、今までになかった雰囲気があったわね。最東端の根室も、端っこって感じがすごかったよ。あと釧路のご飯が最高。網走の寒さはかなりのものでしたが、キャラクターゆかりのものが多く、特に楽しめましたね。北見も知らなかったものを学ぶ機会があって、新しい旅の醍醐味を味わえました。函館の連絡船記念館、すげえ充実したよな。小樽のイクラもうまかったぜ。廃線器具路線を実際に通ってみたが、ておいてよかったな、忘れない旅になったと思う。数日間でこんなボリュームの旅ができたのも、特急が乗り放題だったおかげね。JR 北海道をはじめ、北海道に携わる全ての人に感謝したいな。北海道、ありがとう。皆さんもぜひ、北海道で思い思いの旅をしてみてくださいね。場所もいろいろ、楽しみ方もいろいろ、何度でも来たくなるぜ。値は上がるが、7日間同じように特急に乗れる、北海道フリーパスもある。存分に使ってくれ。
私たちと同じ工程で旅してみるのもいいかもね。お、線路が増えたな。そろそろ終着だな。結構歩いたね。話していたらあっという間でしたがね。ここまで長い距離残っている廃線跡も珍しいのでは？線路のまま残っているのは稀なケースだと思うぞ。北海道鉄道発祥駅、手宮駅がこの辺りにあったことを表すものだな。ここまでの長い鉄道旅も、すべてはここから。広大な北海道の鉄道路線の始まり、この場所にあったんですね。みんな、小樽運河見てから戻りましょ。まだもう少し時間あるし、いいだろう。そうそう、見ておきたかったんですよね。なんか有名なんだよな。どんな感じなんだろうな。小樽運河はここから海へ通じているぞ。いわゆる、港でもあるんだね。すごく絵になるわね。実際に眺めると一層綺麗よ。写真などで見たのはまさにこんな光景ですね。綺麗な川にレンガ倉庫が、いい雰囲気です。青空が見えていてよかったな。美しさもひとしおだ。何か今回の旅、ほとんど曇ってなかった？雪まで降ったよ。そっちも曇ってたのか。雪は降ってねえが、積雪はやばかったぜ。まあ、最後は晴れてよかったわね。小樽運河の始まりは大正時代だ。昔は運河の名の通り、船がここまでやってきて荷下ろしをしていた。今は埠頭が整備されたから、こちらは観光地的な役割になっているな。夜はライトアップが美しいそうで、調べるとたくさん写真が出てきますよ。前来た時も朝だったし、確かに夜のライトアップも見てみたいわね。次来る時は、小樽で泊まってもいいかもな。そういや、土産買わねえとな。この先にいいお土産屋があるわよ。あ、前にアイス買ったところだね。びっくりしたわ。夕張のメロン熊だな。こんなところまで出張しているのか。みっちゃん、しかも二人。へぇ、ハローキキとコラボしたのか。あばしりでも見たんだよ。相変わらず、充実の品揃えだったな。だいたい揃えられたわね。いろんな地名を見ると、行った場所が思い浮かんだわ。そろそろ駅へ戻りましょうか。早めに新千歳空港へ行きましょう。帰りは快速エアポート、このまま新千歳空港まで行くぞ。名残惜しいね。
空港から小樽まで来られるのは利便いいですね。人気なのも伺えます。歩いてみて食べて楽しい観光地だったな。すごいわよ。ああ、最後にいいものが見られたな。やっぱり晴れるというのはありがたいものですね。気づかなかったけれど、こんなのがあったのね。関西と関東をまたぐのか、図で見るとでかさがよくわかるな。これは一日では、とても回りきれないな。身をもって実感できましたよ。新千歳空港内も土産やレストランが多くあるぞ。最後の最後まで北海道を楽しめるのね。温泉やゲームセンターもあるのよ。空港内だけでかなりの時間過ごせちゃうわ。前来た時はこの辺りに巨大ジュビートがあったんだけれど。なんだそりゃ。こんなのよ。四角いチョコレートがそれっぽく見えるのよね。斜め具合とか確かに似てますね。あ、ラクレット。ふむ、飛行機はまだ大丈夫だろう。寄っていくか。ベーコン、ポテト、チーズ。ラクレットを目の前で見せてくれるサービスは、この情勢でしていないようですね。それはまた来ないといけないわね。北海道のチーズやっぱり美味しい。へえ、こんなとこから飛行機見れんのか。本当は外でも見られるんだが、ちょっと離れているから、今回はここからで。さようなら、北海道。この旅で私たちも、一つでかくなった気がするな。もっと大きくなれるように、これからも頑張ってこう。飛行機か、船か、新幹線か、いずれまたこの北海道で素敵な旅を。
ああ、見覚えある地名が。実家のような安心感ねえ。安心してたら、眠く。乗り換えで起こしてあげるわ。